おはようございます。1日1分社長のネタ帳、本日は方程式ということでお話したいと思います。昨日、訪問したお客様、ここでは、売上を上げるために、DM のポスティングを行い、そこから問い合わせ、そして見積もり、受注と、各ステップを、得て、売上につなげていきます。このステップごとに何枚配ったらどれだけの反応が上がってきたのか、最終的にどれだけの注文になるのか、この空白の部分がありました。これらを穴埋めしていくことにより最終的に自社独自の方程式が完成します。一度方程式ができれば、各部分ですね、この各部分を修正し改善することにより、より良い式に変えていくことが可能となります。まずは自社の売上を上げるための方程式を整備することを望みます。ちょっと顔が腫れてます。以上です。